市川染五郎です。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。父を中心に準備を重ねてきたこの高麗屋店が、本当にこの日を迎えられて、自分自身もいろいろこだわらせていただいた部分もありますので、やっとこの日を迎えられたという気持ちでいます。だいぶ喋れるようになったなって。いや本当にですよね。お父様本当に奇跡の美少年というふうに素敵な息子様に染五郎さん育っていらっしゃるんですけれども、こうやってもしょっちゅう取材すると言われることに対して改めてですけれども、どうですか？恥ずかしい？いや、なんか自分ではもちろん思わないので、本当に不思議というか、どこがなんだろうっていう感じはしますけど、でも本当に言っていただけるのはありがたいことですね。はい、まあでも本当にまあいろんなところでね、声をかけていただいたりね、そういう機会があったりして、まだまだねこれからですのでね、そこでいろんな刺激といろんな、ことを知るっていうね、勉強もたくさんしてもらいたいと思います。もう間もなく18歳という今月ですが、誕生日、はい、18歳、何か今一番欲しいものってありますか？車ですね。お免許が取れるようになります、はい、まあ、まずは免許ですけど、はい、いずれ車を。車、それはお父様にお願いするといいでしょうか？いや、わかりませんけど。ということですか？トミカだったら6台ぐらい買ってあげる。はい、この度日本橋高島屋90年という年に記念をされて、この高麗屋展を開催、していただいたお話をいただきまして、本当に光栄に思っております。もう情熱と思いが込められた展示会を一人でも多くの方に見ていただければと思っています。入場無料です。本当にこれ入場無料でいいのかっていう思っちゃうぐらいなボリュームになっておりますので、本当に一つ一つじっくり見ていただきたいなと思っております。まあ2週間近くの短い期間にはなりますが、たくさんの方にご来場いただけるように願っております。よろしくお願いいたします。寄付は受け付けるんでしたっけ？別に受け付け